アークオブスマイルは日本の男性グループボーイズメンの楽曲。シングルは2015年5月27日にマーベラスからリリースされた。ボーイズメンの12作目のシングルでありメジャーデビューシングルである。テレビ東京系テレビアニメ遊戯王アーク V のエンディングテーマに起用された。ボーイズメンは2012年2月14日にグループの所属事務所である。 フォーチューンエンターテイメントのインディーズレーベルフォーチューンレコーズからシングルバリバリヤンキーロードで CD デビューし2015年3月まで20枚のシングルと2枚のアルバムを発表した3月21日4月から遊戯王アーク V エンディングテーマとなるこのアークオブスマイルで5月27日にメジャーデビューすることが発表された その翌日の22日、ボーイズメンソー出演の映画、サムライロックの主題歌、劇中歌を収録した CD が4月にリリースされることが発表され、本作は、その、例、ファンファーレから1ヶ月後にリリースされた。CD シングルは、DVD 付け版と通常版の2種類でリリースされた。ジャケット写真の仕様は異なる。2種ともに、理面は、遊戯王アーク V の、 イラスト仕様である。このシングルはマーベラスからメジャー流通作品としてリリースされたが、自作、スタンドハード、俺らの憧れ流戦士、および次々作、お願いよ、オーサマーは、再びフォーチューンレコーズからリリースされた。メジャー流通作品としての第2作は、2016年1月発売のボイメン忍者となる。アークオブスマイルは、ユミコにより、 作詞、ミューレイにより作曲されている。作詞のユミコは、ボーイズメンの CD デビュー時より作詞及び楽曲プロデュースを担当しており、本作及びカップリング、スタースターにて、作詞の他にサウンドプロデュースとディレクションを担当している。作曲のミューレイは、ボーイズメンの楽曲としては、ラブリー・モンスター・グッジョブ。夢中マンの作曲を手掛けている。アーク・オブ・スマイル。 では、コーラスに、ヨッフィーが参加している。ボーイズメンは、アーク・オブ・スマイルについて、今まで、ボーイズメンが歌ってきた曲とは全く違う、遊戯王アーク V の世界観にぴったりな曲、遊戯王アーク V らしい歌詞が散りばめられているなどと、解説している。ジャケット写真や、ミュージックビデオなどで使用した衣装は、ボーイズメンのトレードマークであり、遊戯王にも登場する。 学ランをベースに、マントやゴーグルなどアニメのアイテムを取り入れたデザインで作られた。各メンバーのテーマカラーによって、それぞれに遊戯王オフィシャルカードゲームで用いられる属性のイメージが取り入れられた。属性は、風、水など実際にカードゲームで用いられているものもあるが、ガツ、鋼、癒しなど、テーマカラーからの連想で作られたオリジナルのものが多い。ビデオ撮影が行われた。 福島スカイパーク、アークオブスマイルのミュージックビデオは福島スカイパークほか福島県内で撮影された歌唱シーンとボーイズメンのメンバーが関係をするシーンと合わせた内容となっている。アークオブスマイルはオリコンチャートにおいてデイリー3位、週間6位を記録。ビルボードジャパン週間セールスシングルチャートでは5位を記録した。 サウンドスキャンジャパンはリリース発集の店舗販売による売り上げの約8割がボーイズメンの活動拠点である愛知県でのものであり中にはセールスが全くなかった県も存在したなどのデータを発表したアークオブスマイル3時51分スタースター3時51分アークオブスマイルインストゥルメンタルマイナス3時51分スタースター インストゥルメンタルマイナス3時50分アークオブスマイルボーイズメンミュージックビデオありがとうございます。